五冠末期、霊帝の時代、艦長は宦官と外戚が朝領跋扈し、腐敗と混迷が極まっていた。人々は悪政と重税に苛まれ、相次ぐ天災と飢饉が不安と不満に拍車をかけた。そんな中、太平道の教祖張覚が救済を求める民の心をつかみ、艦長打倒の兵を挙げる。世に言う黄巾の乱である。人々は黄色の布を頭に巻いて続々と黄巾軍に加わり、蜂起の波は燎原の火のごとく天下に広がった。事態を重く見た朝廷は家臣を大将軍に任じると、呂職、候補数、主春らに黄巾討伐を命じた。一方、各地ではこの大乱に呼応するかのように、多くの英雄豪傑が姿を現そうとしていた。時に漢の中平元年、乱世の幕が上がる。これを。
分かった。向かおう。心得た。出陣します。腕が鳴る。続け。進軍します。これを。はい。進軍だ。これを。出陣します。進軍します。遅れない。諦むか。こちらに。進軍します。やるぞ。押し切る。なんだと。よくやった。戦歴の長さは伊達ではない。遅れるな。こちらに。やるぞ。決める。なんだと。よくやった。やるぞ。決めてやる。
鉄弁でぶちのめしてくれ。いざ尋常に勝負。進軍よ、これを。